おはようございます。 IWJ6 チャンネルをご視聴の皆様、ご視聴ありがとうございます。本日こちら靖国神社に、来ております。本日は、2014年8月15日、本日で敗戦を迎え、敗戦から69年が経ちました。そうですね、本日こちらのチャンネル6では、こちらの参拝者の方々に、インタビューを多くできたらと思っております。また千鳥ヶ淵への、喧嘩の模様も喧嘩者に対するインタビューも13時頃から予定しておりますので、そちらもよろしければぜひご視聴ください。では、始めます。お願いします。こんにちは、 IWJ の芹沢と申します。お願いします。本日どちらからいらっしゃったんですか？僕は神奈川です。神奈川。千葉です。そうですね、本日こちら、参拝したそのお気持ちなどを、お願いいたします。僕たち実際参拝っていうか見学に来てて、学校 の、 学習の一環として来てて、どちらかというと参拝するっていうよりは参拝する人を見に来たっていう感じなんですけど、英霊をそうやって参拝する方を見て、将来私たちが世界に出ていくときに話せる、なんて言うんだろう、そのトピックの一つになるんではないかってすごい学びました。その学生さんでいらっしゃる方、今現在おいくつなんですか？20歳です。非常にお若いですね。その、実際にこちら来てみて、今その見て観察してる、どうでしたか？なんだろうね、実際見た感想ですか？そうですね、じゃあこちらに来てみて。難しいな。なんか自分とは違う、終戦ということに関して自分とは違う考えを持っている人がいて、天皇万歳っていうのも聞けたし、それをなんか自分と違う考えを持っている人がいるってことを知れてよかったなと思います。ご自身の考えっていうのはどういうお考えですか？なんかあんまり深く考えたことはなかったんですけど、なんか平和が来た日みたいな感じだった日っていう感じだったんで、なんか天皇がどうっていうことはあんま思ってなかったんで、新しい考えを知れたなって思いました。また新しいその考え方に今日本日実際に触れてみたというところですかね。その戦争、安倍総理が集団的自衛権をその行使容認の閣議決定などしております。こちらについてはそのどう思われますか？もしその集団自衛権を決議したことによって、この再び戦争の惨禍に巻き込まれるということがあるのであれば、この靖国神社の存在意義が失われると思いますし、この靖国神社っていうのはその戦争のなんていうんだ、悲劇を起こさないその過程の一つだと思っているので、悲劇を起こさないその象徴みたいなことですか？そう僕たちは捉えています。その英霊を祀っていることから、なのでこれを見て私たちがこの平和を今享受できているのは、なぜその英霊たちが命を犠牲にしてまでも僕たちに平和を与えてくれているのだっていうことを実感しているので、それをどう政治に反映していくかとか、僕たちの生活に反映していくかっていうのを、これから20歳を迎えて参政権も持ちましたし、それが国民としての義務なのかなというのは思いましたね。この戦争には、実際、戦うことになったら年齢的にもその徴兵などその参加されるかもしれません。戦争についてはどう思いますか？武力で解決するのは必ずしも望ましい道ではないと思うので、よくはないとは僕は思っています。そうしますと、戦争は反対というところ、そうですね。じゃあそうですね、そうするとなんか今日も本当いろんな考え方の人がいて、いろんなことを学んで。そうですね、すみません、もしよろしければ、そうですね、ちょっと難しいかもしれないですけど、今日のその来られている理由としては、見てる方に対してメッセージなどこそちょっと難しいかもしれない。大丈夫ですか？じゃあ終戦記念日を迎えて、私たちが今平和の中を生きている日本という平和な国を生きていることについて改めて考えてみてはいかがでしょうか、ということを僕は伝えたいです。どうしよう。もしよろしければ、その女性
そうですね、その同い年の女性として、またそのさっきの報道をお聞きしたんですが、戦争についてはどう思いますか？戦争については、はい、やっぱり女性は直接戦争に行ったりすることはないと思うんですけど、うん、やっぱり家族、愛する人を失うってこともあると思うし、女性が、まあ、女性ももちろん戦争にこう協力しなきゃいけないと思うんですけど、やっぱりそういうふうに、愛する人を